こんにちは。こんにちは。ニュースで韓国語は、私、韓国生まれ、日本育ち、わたがたしてきた韓国人の樹女と、日本生まれ、韓国在住経験あり、今は仕事やプライベートでたまーに聞きしている日本人のヨッシーが、韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、日韓、ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。그리고한국에서는ヨッシーは주주의시사일본어라는이름으로보내드립니다。愛の不時着スペシャルです。わーい。これからご覧になるつもりのある方は壮大にネタバレノンパレードがになると予想されますので、なるべく後回しにしていただければと思います。今日は別に雑談ばっかりしているわけではなくて、ちゃんとニュースも雑談が長い。ニュースもあります。まずはソウルの半地下から平壌の大金持ちへ劇的な出世を遂げたあの方です。お母さん、 あれですね、サジャンドンジですね。サジャンドンジ、こんな人は本当にいるんだろうかという話。愛の不時着第4話には、2015年5月25日に偉大なる狩猟同士が直接現地指導なさった平壌第一百貨店が登場する。このデパートの社長はリジョンヒョク中隊長の婚約者ソダンの母親コミョンウンだ。ドラマの中で登場人物たちはコミョンウンをトンジュと呼ぶ。社会主義国家の北朝鮮で個人の身分であるトンジュが実際に平壌最大規模の百貨店の社長になることは可能だろうか。사랑의불시착사화에는2015년5월25일위대한수령동지께서직접현지지도하신평양제일백화점이나온다。이백화점의사장은리정혁중대장의약혼자서단의엄마인고명은이다。드라마속에서등장인물들은고명은을돈주라고부른다。사회주의국가인북한에서개인신분인돈주가실제로평양최대규모백화점의사장이되는일이가능할까。表面的にはまだ社会主義計画経済システムを掲げる北朝鮮では個人がデパートのような資本を所有できない。さらにこのような大きな商業施設は国家レベルで管理するのが一般的だ。実際平壌準区域にある平壌第一百貨店は北朝鮮最大規模の国営百貨店で、金正日総書記が2011年7月に直接訪問して現地指導を行った。표면적으로는아직까지도사회주의계획경제시스템을표방하는북한에서는개인이백화점과같은자본을소유할수는없다。더욱이이러한큰상업시설은국가차원에서관리하는것이일반적이다。실제로평양중구역경운동에있는평양제1백화점은북한최대규모국영백화점으로김정일국방위원장이2011년7월직접방문해현지지도를하기도했다。しかし北朝鮮の経済専門家らは2020年現在北朝鮮で実現不可能なことではないと口を揃えている。統一研究院の本民北朝鮮経済室長は20年から30年の間北朝鮮で急激な市場化が行われ、最近は国家がデパートのような高級商店に対してトンジュらに許可権を渡し、その中に入る資本はトンジュたちが金を出して店を開くこともあるとして、トンジュたちは経営社長や支配人になって運営することもできる。収益は国に上納し、一部は当初投資をしたトンジュに還元されると説明した。하지만북한경제전문가들은2020년현재북한에서실현불가능한일은아니다라고입을모았다。혼민통일연구원북한연구실장은20, 30년동안북한에서급격한시장화가이루어지면서최근에는국가가백화점과같은고급상점에대해돈주등에게허가권을내주고그안에들어가는자본은돈주들이돈을대서문을열기도한다며돈주들은경영사장이나지배인이돼운영을할수도있다。수익은국가에상납하고일부는애초에투자를한돈주에게돌아간다고설명했다。ただ実際、ドラマのように百貨店を実質的に経営するトンジュを社長同士と呼ぶ可能性は低いという意見もある。匿名を求めた北朝鮮経済専門家のソン氏は、ただドラマで韓国視聴者の理解を助け、韓国文化に合わせて百貨店社長と言ったのではないかと話した。北朝鮮経済専門家のキム・ヨンヒ博士は、合弁会社や貿易会社を除く大部分の北朝鮮企業は全て支配人制だ。党が支配人を選定して派遣をする形式だと説明した。다만실제로드라마에서처럼백화점을실질적으로경영하는돈주를사장동지라고부를가능성은낮을것이라는의견도있다。임명을요청한
북한 경제 전문가 이응 씨는 다만 드라마에서 한국 시청자들의 이해를 돕고 우리 문화에 맞게 백화점 사장이라고 한 것 같다고 했다. 북한 경제 전문가 김영희 박사는 합병 회사나 무역 회사를 제외한 대부분의 북한 기업은 모두 지배인재다. 당에서 지배인을 선정해서 파견을 하는 형식이다라고 설명했다. ドラマの中では、ソダンの父親、コミョンウン氏の夫についての情報がほとんど出てこないが、専門家の分析によると、少なくとも労働党幹部級の人物だった可能性が高い。キミヨンヒ博士は、おそらく夫は少なくとも党や軍、検察幹部を務めて死亡し、その後配偶者であるコミョンウンが支配人になったものとみられると指摘し、娘をロシアに数年間留学させ、弟が保衛部所属だとすれば、この家は決して平凡な家庭ではないと指摘した。드라마속에서는서단의아버지고명은의남편에대한정보가거의나오지않지만전문가분석에따르면서단의아버지이자고명은의남편이었던인물은최소한노동자강부급의인사였을가능성이높다김영희박사는아마도남편은최소한당이나군검찰간부를맡다가사망했고그뒤에배우자인고명은이지배인자리에오른것으로보인다며딸을러시아로수년동안유학을보내고동생이보위부소속이라고한다면이집안은결코평범한가정은아니다라고짚었다いや強烈なキャラクターでしたね。あの、사장동지ちょっと体を絞って社長になってましたね。ジュジュさんに言われるまで気づかなかったわ。そう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 。あまりに化粧が濃くて。ねえ、あとなんかすごい英語を喋るじゃないですか。北ってこんなに英語を日常的に、うん、別に敵国語みたいな感じではないんですか？いや、絶対言わない。全然わからないから。ユンセリが結構横文字を連発して、で、それは割と韓国ではまあ普通に使われる言葉なんだけど、北朝鮮の人たちは全く理解できないっていう場面が結構出てくる。そうですね。あ、はい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 。なんだこれはという、なんかびっくりしたのが、ケソンのおばちゃんたちのところへやってきて、はいはい、もちろんというところを、あえて、オフがコースインゴローって。全然わかんないよね。濃いコメディの役者さんでしたね。ねえ、面白かったな。あの、クスンジュンの英語名のアルベルト覚えられなかったのが、クアルトムガーってずっと言ってたじゃないですか。ウケるって思って、うん。グローバル化に対応するために勉強中みたいな話でしたっけ？そうね、ありえんのかなみたいな。まあなんかしょっちゅう海外に出張してるし、クラッパとかに行ってましたもんね。クラッパに行ってますからね。うん、クラッパに行けるんですか？スイスぐらい？いや、だから相当な特権階級よ。そもそも平壌にいるというだけで相当な特権階級だけど、でもその中でも、うん、もう授業のために自由に海外に行くなんて通常ありえない。ね。うん。だからその中であの平壌のサジャンドンジは結構特殊な存在。うん、ね。本当にドラマ見てると、そう、平壌市内もなんか結構観覧みたいな感じに見えたりもする場面が。うんあったりするじゃないですか、うんうんうん、で空港も普通な空港に見えるし、うん、でも本当にね、うん、ドラマ全体的に見ると北って別に南とそんなに変わらないんじゃないか、うん、平壌に限って言えば平壌に限って言えばだよね。スナン空港は本当にリニューアルしてすごく綺麗になったし、へー、僕はリニューアルする前しか行ったことないけれど、写真家の初澤ありさんが撮った隣人っていう写真集があって、あの北朝鮮の写真集なんだけど2冊あるんだよね。隣人それからっていうのが2018年に出たのかな。最近になってやっぱキム・ジョンウン時代になってから着るものがカラフルになってきたっていうのを初澤さん言ってた。へー、韓国で売っているパティスリーのケーキともまたとそんなに違わないようなものが普通に手に入る。そう、あとホテルもすごいなんかクラシックな感じでおしゃれだったけれど、うん、あれはなんかすごい既視感あったな。あ、本当ですか？舞台になった平壌ホテル、多分あそこで舞台になってるあのホテルはコリョホテルじゃないかな、うんうん、ツインタワーのでっかい高層ホテルで、まさにテレビに出たあんな感じなんだけど、割と昔からあって結構外国人客がよく泊まる、僕も泊まりましたけど、でレストランがあって高級な飯を食べられる、本当に一番がそこでいい食事をするためのレストランとかがあるっていう。意外と近代
化されてるんですね。あ、でもコリョホテルは結構昔からそういうところだった。はあ、なんか平壌で一番いいホテルでも、うん、せいぜい日本のビジネスホテルみたいな感じなのかなっていうイメージでした。いやいや、本当に高級ホテルはいくつかあって外国人専用みたいな感じになるけれど。ヨシーさんはそこに泊まったんですか？うん、ヤンガクトホテルっていうのが一番新しくて一番綺麗なんだけど、テドンガンの中洲にあって他にどこも行きようがない、うんうん、もうホテルに入ったら監禁生活みたいな感じのところ。へえ、綺麗だけどって感じなんですね。うん、コリョホテルはもうちょっと街中にあって平壌駅まで歩いて10分ぐらいの感じかな。うん、街中にあって街の様子とかちょっと近くで美味しいものを食べるとか、もちろん一人では行けないんだけれど、そういう生活ができるんだけれど、ただホテルの施設は結構古い。あ、そうなんですか。うん。で、ちなみに平壌第一百貨店っていうのは実在していて、うんうんうん、ただ当時は典型的な社会主義の暗くて、ああ。ものは一応あるんだけれども、別になんかお土産として買おうともなかなか思えない。This is 社会主義っていう感じの店だったけれど、もしかしたらその後リニューアルしてドラマに出てくるような感じのすごい百貨店になったのかもしれないなとちょっと思ったりしたんだけど。ね、なってるのかな。でも平壌に一部すごい社会主義の枠から外れた大金持ちの本当に資本を持った金持ちが登場していて、うん、そういう人たちがまた別の社会を作っているっていうのは本当らしいよ。へえ、うん。私は北朝鮮の一番裕福な一番恵まれた家庭が、うん、せいぜいソウルの中産階級と同じぐらいの生活をしてるっていう認識だったんですけど、ね、あんなにゴージャスな生活をしている一部の特権階級もいるのかな。いると思う。それはそんなに違和感はなかった。なるほどね。それこそリ・ジョンヒョク大尉とユン・セリがチメックっていうか、チキンでビール飲みながら、うん、ヨンヤの川べりのなんかおしゃれなお店で、っていう場面出てくるじゃない、うん。あれもね、普通にあるから。でも停電にはなるんですか？一番びっくりしたのは地下鉄の駅でいきなり電気が全部消えちゃって。すぐ復旧するんですか？その時はね、ちょっと待ってたら、ブワーってまた電気がつき出して、あれ綺麗だったなぁ。すごい。停電はそういう意味で日常的にあるといえばあるのかな。あと、なんだっけ、テドンガンメッチュ？はいはいはい、美味しいんですか？日本のビールとあんまり変わらない味。本当。美味しいっていうか、ちょっと味が濃いというか、本当に日本のキリンビールとかアサヒビールとかそういう味にすごく近い。へぇー。うん。だから日本のビール大好きなユンセリもきっと、札幌ビールを飲む感覚でテドンガンメキチを飲んだんだと思うよ。ね、よく飲んでましたね。韓国のビールってみんなまずいまずい言うじゃない。韓国のビールがまずいというか、みんなバドワイザーみたいな薄いやつばっかり。私は好きだけどね。まあ、あれはあれでいいけど、韓国も最近クラフトビールの店がめちゃくちゃたくさん増えたんで。ねえ、増えましたね。スジェメキチがすごい美味しいんだよね、また。店ごとに味が違って。いいね。北の男性に燃えている友達たちに、なんかこのね、トンムとかトンジとか、この北の言葉の面白さをすごい伝えたかったんだけど、うん、イ・ジョンヒョクとのサランヘヨじゃなくてサランハオっていうじゃないですか。はいはい。でもなんか字幕だと日本語だと愛しているだけになってて。そうだね。うん、だからといって、うん、私だったら何と訳すか、うん、愛し候違うよねみたいな。確かに代案はないんだけど、代案ないな。まあよくイギリス英語とアメリカ英語の違いだとか、あと日本で言うと東京の言葉と大阪の言葉みたいな、そういう違いの言い方をするけど、じゃあと言って愛してるでとか、平壌の言葉は全部関西弁に置き換えてもなんか違うよね。まあ確かに東北なまりだと愛してるっぺとか言われてもリ・ジョンヒョクさん違う違うって感じだし、アルガスムニダとか、あとパンガプスムネダっていう韓国人が強調したがる北朝鮮なまり、あれもなんか随所に出てきて、キンチャンスムニダじゃなくてイラフスムニダ、イラフスムニダで、その度にユンセリがね、いいっちゃなよって言うんですよね。この面白さを伝えたい。日本語字幕ではそのまま訳しようがないっちゃ訳しようがないんだけどな。訳しようがない、うん、